ワンアウトランナー二塁三塁のチャンスを作りましたが、現在はツーアウト三塁一塁、バッターボックスに8番の村田が入っています。マウンド上はカープ先発の佐藤です。このケースはね、すごくね、バッテリー難しいと思うんですよね。一塁が、塁がね、ちょっと空いてるのは空いてるんですけど、だからとにかく根気よく攻めるってことですよね。ストライクは取りに行かないっていう、フォークっていうのを頭に入れながら、やっぱり、加藤はね、それができるピッチャーですからね。なるほど、はい、制球力が非常にあるのが加藤です。ワンゲットワンからプラネットタイトル3球目低めボール、いいです。あっと、サードから飛んできた、一塁に行ナイスプレーですね。あ、このピンチを救いました。地の部分とね、大島の高いぐらいだったと思うんですかね。だから決していい当たりじゃなかったんですけど、そのバウンドの処理という面ではちょっと難しい打球だったんですよね。ちょうどね、野村のプレーの話してましたからね、ちょっと皮肉な逆のプレーが出てしまったんですよね。まあ、ジャイアンツの斉藤にとってはアンラッキーな打球ということになりました。ノーアウトのランナーをこの回も出しています。カープです。打順トップに返って1番の大中。この回ね、カープの得点に結びつくようであれば、やっぱり先ほどいい当たり、左中間、レフトが下がっていく、清水が下がって、ああこちらもキャッチしました。ファーストランナーの加藤がレフトフライ。今日スターティングメンバー3番レフトに入っている清水が掴んでいます。ワンアウトになりました。3回の表のカープの攻撃です。左のバッターボックスに2番の正田が入りました。今日13球ずつを投げています。打たれたヒットがここまで3本、三振は2つ奪っています。アウトコース、スライダー、はい、これはね、速いカウントの時かなり投げてきてるんですね。カウントを稼ぐボールですね。あ、はい、だからまあ3回ですけど、まあ、4回以降にはね、ちょっと組み立て変えるかもわかりませんけど、打球は上がって、ライトの松井が受けます。右中間、松井、取りまして、加藤が戻ります。これで2アウト。ホームランをライトスタンドに叩き込んだ前田です。さっきのね、ホームランが初球でしたからね、なんで入るか、初球なんでジャズバッテリーね、入ってくるか、ちょっと見ものですね、ここは。外に構えます村田。先ほどは初球をライトスタンドに持っていきました前田です。低めワンでいたバッティングでした。カウントはノーストライク2ボールです。低めノースリーという素晴らしい相性のいいピッチャーということになります。ノースリー、前田が、まあ、山を張ってくると思うんですかね、絞って、僕はストレートに張ると思うんですが、ストレート、打球は高く上がっていますが、センターの後藤が若干後ろに下がります。前でキャッチしまして、スリーアウト。